本日は東京メトロの中野車両基地に来ております。これからこちらで公開されます、かつて銀座線の開通当初に運行されていた旧線型をモチーフにした特別車両をリポートいたします。あ、見えました。あちらにあるのが特別車両ですね。まるで旧線型のようですね。線形と比べますとヘッドライトが1灯になり、窓枠も黒から黄色になっていますね。オレンジ色のラインは黄色に変更されています。これがあの車内になります。まずはこの壁の色が、この木目調になっていますね。そして、このポール、アルミ色したポールが、手すりですけども真鍮の色になっています。そしてこのシートがグリーンで、こちらにあの予備灯も設置されていますね。正面の色が白からオレンジに変化しました。壁の木目調がより温かみのあるデザインに感じられます。かつての伝統を思わせる優しい明かりが灯りました。デザインの方で旧一線型車両の方により近づけた形で扱えてみましたので、そちらの方をお楽しみいただければというふうに考えております。まずですね、こちら一線系車両、これまで01系車両が銀座線走っていたんですが、38編成に対して置き換え38編成一線型の量産車で行いました。で、追加で2編成ダイヤ改正のためにですね、追加で発注する形になりまして、そちらの新しい契約の中でそのまま同じ車両にするのはというような声が社内で上がりまして、よりお客様に楽しんでいただきたいという思いから特別照射と、いたしました。イベント用の予備灯というのがですね、作り込みが結構よくできておりますので、実際に地下鉄博物館の方に現存している、展示用に現存しております一線型車両の実物を持ち帰り、3D スキャナーでスキャンして再現するというところまで作り込みをいたしました。今年がですね、地下鉄が走り始めて90周年という節目の年でございます。その90周年の記念イベントの中で一定期間特殊車両をですね活用していきたいというふうに考えております。